はい、こんにちは、暗号通貨ニュースです。ビットコインは1月8日に史上最高価格の400万円を記録しましたね。その後420万円前後まで上昇した後、一気に下落調整となりました。まあ調整というにはね、言い過ぎるぐらいすごく値下がりしたわけなんですけども、まあ現在ですね、値段の方は387万ということで、まあ堅調に戻ってきたわけなんですが、現在もね、ビットコインの年間の価格上昇率は300%か3倍もの上昇率になってるわけですよね。やっぱり依然すごいですよね。ビットコインは2020年機関投資家の参入により大きな価格上昇となったのは、まあその通りだと思います。しかしね、ビットコインを買えなかった投資家で価格の下落を注意深く見ている人もいるんではないかなと思います。今後のビットコインのチャートとね、値動きについて、注目していかないといけないかなと思っております。まあちょっと前のことなんですけども、ビットコインが下落調整して350万円台の水域に入ってきました。まあヘッド&ショルダーをね、構成しているような形にも見えたわけなんですけども、ビットコインは1月8日以降に400万円、その後420万円を記録した後に350万円弱で推移した後、今の370、80万に上がってきたということになります。これまでの過去のビットコインの大きな下落率は 35% 程度となっているために、それを想定すると273万円まで落ちてもしょうがないのかなと思いましたけども、要するに下落幅がね、そんなに大きくなかった、大きいんですけども、ビットコインにしては大きくなかったというふうに考えることができるんじゃないかなと思います。まあ例えばね、今回のビットコインはものすごい上昇で一気に420万円を記録したけど、なんとなく下落のスピードは以前に比べて遅い気がするというふうな、ね、意見もありますけど、本当その通りなんですよ。これはですね、中期的な目標で機関投資家が買っているのがその原因ではないかなと推測されるわけなんですよね。で、ビットコインの下落調整で起点となる価格帯っていうのはどこにあるのかってことがやっぱり気になるわけなんですよ。すでに今述べているように300万円から270万円の価格帯は上から2番目の価格帯なんで、ここではないんではないかなと思うんですよ。で、押し目買いで買いを検討したい部分もどこなのかな、いまいちつかめないところなんですけども、まあ、今後もね、注意深く見ていかないといけないかなと思います。大事なのはやっぱり押し目で買うってことなんですよ。こういうふうな上昇トレンドを書いているときっていうのは、どこで利益を上げるか、まさに上昇したところの、まあ、ピークで売ってね、押し目で、まあ、買い戻したいっていうところなんですよね。まあこのビットコインにつきましては、やっぱりテクニカルをしっかりと理解した上で買っていかないと難しいところがあるのかなと思ってます。皆さんいかがでしょうか。で、これからですね、ビットコインってのはまだまだ上がるというふうに私は考えてます。まあその原因とか理由ってのはこれから時間をかけてゆっくりと話していきたいと思いますけども、結論としては私はビットコインは、まあ、500万円までは心配なくいくんではないかなと思います。ただ1000万についてはね、どうなのかなと。1000万に行くとしたら本当に一夜のうちにみたいなすごいスピードだと思いますし、途中でね、大きな売りが何回か入って利益確定の億万長者を何人も何人も輩出するんではないかなと思いますよね。まあ、いずれにしても楽しみになってきました、ビットコイン。そして他のアルトコインも結局は値段上がってきて、下克上ですね、まさに。コインマーケットキャップの上位10位ってこの2年でどのぐらい入れ替わったかなと思ってね。まあ、私は体の際生き残ってくれて、大勝利を収めてくれればいいんですけどね。はい、どうもありがとうございました。